皆様こんにちは。私はテトロサンパウロの松平です。今日は皆様にブラジルの食の市場をご案内させていただきます。まず、はじめに皆様のブラジルに対するイメージといえば何を想像されるんでしょうか。コーヒー、サック、そして南国のイメージかと思います。しかし、こういったビルが立ち並ぶ都会の場所で、せわしなくビジネスマンが働く社会もあり、この場所で日本食マーケットが広がり、そして日本食のニーズがあることをぜひ知っていただきたいと思い、今日はお話をします。まずは、ブラジルの基本情報から順にお話をさせていただきます。ブラジルは面積が日本の国土より 22.5 倍大きいです。そして、古く昔にポルトガルに支配されていたこともあり、ポルトガル語、そしてカトリックが主な宗教となっています。人口は2億人で世界5位、 GDP は世界8位です。そして在留邦人の数は約5万人で世界7位となっております。日本より移住された日系人と言われる方々の人数は世界の半数とも言われ、世界最大のコミュニティで存在していることが大きな特徴です。こちらの地図をご覧ください。南東部という紫のエリアに 50% 以上のGDP が集中しております。また人口も集中しておりますので、サンパウロを市場としてまずチャレンジされる企業様が多くいらっしゃいます。距離もこのように広いため、食文化も異なる状態の国になっています。さて、ブラジル社会を示す所得者層がありますが、高所得者層を見ると都市によって格差があることがわかります。 A ランクや B ランクの所得者層を中心に日本の食材などを購入する所得者がいると言われておりますが、しかし一部のランク、C ランクでも日本食を食する機会が出てきました。さて、ブラジルの人が食べる料理は？といえば、まずはお肉です。塩味をベースとしてお肉を焼いて食べます。また、こちらはタピオカ粉のクレープは毎朝の定番です。チーズやハムを挟み食べます。そして海に面しているエリアも多く、シーフードを食することも多くあります。一方ではスイーツはカラフルな色や比較的甘みがある感じです。さて、次はブラジルの人はどんなところでお買い物をするのでしょうか。ブラジルにおけるスーパーを大きく3つ分けてご案内します。一般のスーパーではどの階層の方も購入に来る場所です。ここでは何でも手に入りますが、日本産の商品を目にすることはあまり容易ではありません。次に高級食材スーパーです。こちらはサンパウロ市にある食材のスーパーですが、アイテムも多く、健康食品やオーガニック食品も多く売られています。日本の和牛、お酒、醤油なども売られています。次に、さらにサンパウロではアジア食材、日本産食材を転販売するお店もいくつか存在しています。これらはリベルタージと呼ばれる東洋人街や駐在員が住むエリアに立地しています。ここには国内で製造されているお味噌、醤油、お豆腐、納豆なども販売されています。そしてもう一つ忘れてはいけないものがあります。こちらは市場とフェイラと呼ばれている朝市。こちらでは新鮮なお野菜などが安く売られております。特に朝市は定期的に毎週決まった曜日に道路を封鎖して開催されており、和のお野菜も手に入れることができます。これは冒頭お話した日本から移住された方々のご経験と工夫で栽培され、容易に手に入ることができたと思われます。少し余談ですが、日本のお祭りなどの定番のたこ焼きのように、必ずフェイラの入り口にはパステル屋さんというパイとヤシの実水とサトウキビジュース屋さんがあります。こういったブラジルで日本食が浸透しているかというと、これらはすべて日本から移住された方々の先人の努力やご経験、工夫のおかげでブラジル社会の日本食が浸透しています。また47都道府県の県人会の存在も大きく、各県人会による食文化を普及する機会を多く得ています。そして毎年7月に行われるフェスティバルドジャポンという日本祭りも重要な位置づけとなっています。さらに世界的な健康ブームも高まり、日本食への関心が高まっています。そして日本に一時的滞在されていたブラジル人は日本の味を知って祖国に戻って伝えている影響もあると言われています。一方で日系人の世代が変わっていき、若年層の方の日本食の作り方を知らない方も増えてまいりました。
彼らに改めて真の日本食の良さや食べ方を伝えていくこともこれからの鍵となっていくと思います。しかし、こういったベースがあることから日本食は存在し、近年急速に日本食レストランが増えております。一方で、修行されていて帰ってきたパティシエなどの甘さ控えめのスイーツも売られ始めています。次はブラジル人の食生活に関する消費動向です。こちらの調査によると、ブラジルの 60% は週 1,2 回以上外食をするとのことです。先ほどご案内しました日本祭りフェスティバルドジャポンでテトロが実施したアンケートがございます。日本文化に関心ある人々の中心になるかもしれませんが、週末の外食利用について 34% がほぼ毎週利用。その際に関心あるレストランは日本食中心。1回あたりの支出額はおおよそ1000円から2000円が目安となっています。また、日本食の調理について聞いたところ、3割の人が日本食を調理していることが分かりました。一方で、半分の人がまだ料理の仕方を全く知らないであったり、めったに作ることがないということが分かりました。次に、外食を利用する変化として、約半分の人がお持ち帰りやデリバリーを利用したことも分かりました。デリバリーへのコストというのは約300円程度という結果となっています。さらにパンデミック前の結果ではありますが、デリバリーの注文においても電話での注文からアプリ利用に変わってきています。おそらくさらに加速していると思われます。そして最後に、こういった社会の変化や文化の浸透から、ブラジル人は高級志向になっています。本当の味、美味しい味を好む人が増えてきました。そのため、高級レストランが増え、決して輸入される商品は安くはないですが、日本酒や日本の商品を購入される消費者は増えています。しかし、いくつかの課題もございます。まずは、為替の変動。そして、物理的距離を踏まえた輸出の準備が必要になります。特に、食品の輸出には、原材料や賞味期限、製造日、ロット番号を記載された書類と栄養分析だったり、成分分析表などを用意する必要があります。また、ブラジルの税金の計算は非常に複雑です。そういったことからまた、商品によっても必要な書類や手続きも異なりますので、輸出される際には、事前にお調べいただく必要もございます。このように、日本からは物理的に遠い国ではありますが、根付いた日本文化がたくさんございます。課題はございますが、ぜひ新しい市場、これから日本食がもっと広がる可能性があると主張としてご検討いただければと思います。ジェトロの情報サイトこちらにございますので、ぜひご活用ください。それではサンパウロでお待ちしております。ありがとうございました。